アメリカ政府 WHO に激怒。台湾無視の政治優先で時間と人命が無駄に。先日、アメリカ国務省の報道官が WHO が COVID-19 において台湾からの情報を無視したとして次のような声明を出しました。WHO が2020年1月14日に 人から人への感染は確認されていないと発表したことに現れているように、台湾からの情報を公表しなかったことを深く憂慮している。WHO はまたしても公衆衛生より政治を優先した。WHO は台湾のオブザーバー参加さえ認めていない。WHO の行動によって、 時間と人命が失われたとなっておりまして、先日トランプ大統領が激怒しておりましたけども、アメリカの国務省からも WHO に対して批判がなされました。この WHO の問題については、テドロス事務局長が記者会見にて、中国寄りではないと反論した直後に、台湾が誹謗中傷してくると、 台湾を誹謗中傷し、台湾政府が事実無根だと激怒しております。さらに、この中国寄りだ動向ううという問題について、中国政府は WHO を擁護、援護しており、WHO は中立だというのであれば、直ちに台湾を正式に加盟させれば、 いいいだけななんじゃないでしょうかこの WHO については先日も SARS の問題でも台湾に一切情報が提供されなかったと台湾政府が激怒しておりましたけどもこの WHO については資金面での中国依存度は低いという事実はございますが人事面事務局長に対する中国の 影響力が強い事実は、もう公然の秘密のようになってしまっております。こういったコビット十九のような人類共通の敵に対処する際に特定国防優遇するというのはおかしな話であり、まあ先日 W H O の幹部が中国から情報を得るために 取引を行ったかのような発言をされておりましたけどもそもそも中国においてこの COVID-19 の発生が2ヶ月も隠蔽されさらに感染者や死者の数についても過少報告されている恐れがありアメリカやイギリス政府は最大で 40倍の感染になってるんじゃないかと分析をしておりますけれどもこういった感染症において中国政府中国共産党のような独裁国家が独裁政党が情報を隠蔽しその結果世界中が危険にさらされているという事実がございますので WHO には 特定の国に組みせずに、しっかりと中立の立場で、中国を含めた全世界に対し、COVID-19 を封じ込めるために、正しい情報の提供を要求し、今後も、今後もというか、今後はですね、今後は、 台湾についても、正式に加盟させて、加盟をさせていただいて、これ以上、WHO において、中国のためにですね、多くの人類が危険にさらされるような異常事態が続かないように、直ちに対処していただくよう、お願いいたします。 以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。